ブラックホール、ブラックホール、ブラックホールとは、極めて高密度拡大質量で、強い重力のために、物質だけでなく光さえ脱出することができない、天体である。ブラックホールという呼び名が定着するまでは、崩壊した星を意味する、カラプサール、コラプサーなどと呼ばれていた。光すら抜け出せない、縮大性に対して、ブラックホールという言葉が用いれた、最も古い印刷物は、 ジャーナリストのが1964年1月18日ので記したブラックホールズ・インスペースと題するアメリカ科学振興協会の会合を紹介する記事である。一般にはアメリカの物理学者ジョン・ホイーラーが1967年に初めて用いたとされるが、実際にはその年にニューヨークで行われた会議中で聴衆の一人が漏らした言葉をホイーラーが採用して拾ったものであり、 また、ホイーラー自身は言葉の考案者であると主張したことはない。ブラックホールはその特性上、直接的な観測を行うことは困難である。しかし他の天体との相互作用を介して、間接的な観測が行われている。X 宣言の精密な観測と質量推定によって、いくつかの天体は、ブラックホールであると考えられている。周囲は、 非常に強い重力によって時空が著しく歪められ、ある半径より内側では、脱出速度が高速を超えてしまう。この半径を、シュバルツシルト半径。この半径を持つ球面を、地上の地平面、シュバルツシルト面と呼ぶ。この中からは光であっても外に出てくることはできない。ブラックホールは単に元の星の構成物質が、シュバルツシルト半径よりも小さく圧縮されてしまった。 状態の天体であり、事象の地平面の位置に何かがあるわけではなく、ブラックホールに向かって落下する物体は、事象の地平面を越えて、中へ落ちていく。ブラックホールから離れた位置の観測者から見ると、物体が事象の地平面に近づくにつれて、相対論的効果によって、物体の時間の進み方が遅れるように見えるため、観測者からは、ブラックホールに落ちていく物体は、 最終的に事象の地平面の位置で永久に停止するように見える。同時に、物体から出た光は重力による赤方変異を受ける、ため、物体は落ちていくにつれて、次第に赤くなりやがって可し光領域を外れ見えなくなる。ブラックホールには、密度、重力が無限大である重力の得意点があるとされる。核運動量を持たない、シュバルツシルトブラックホールでは中心にあり、 回転するカーブラックホールではリング上に存在する。連星系を形成するブラックホールは硬着円盤を形成する場合がある。円盤は膨大な熱と X 線を放射する。多くのものは宇宙ジェットを伴うが、ジェットの生成メカニズムははっきりとは分かっていい。ブラックホールの観測において非常に重要である。 ブラックホールの理論的可能性については、18世紀後半に先駆的な着想があった。ピエール・シモン・ラプラスは、アイザック・ニュートンの提唱した光の粒子説とニュートン、力学から光も万有引力の影響を受けると考え、理論を極限まで推し進めて、十分に質量と密度の大きな天体があれば、その重力は光の速度でも抜け出せないほどになるに違いないと推測した。 また、イギリスのジョン・ミッチェルも同様の論文を発表した。しかしその後、光の波動説が優勢になり、この着想は忘れられた。現代的なブラックホール理論は、アルベルト・アインシュタインの一般相対性理論が発表された直後の1915年に理論の骨子であるアインシュタイン方程式をカール・シュバルツ・シルトが特殊として導いたことから始まった。 シュバルツシルト会は時空が多摩対象で自転せずさらに真空であるという最も単純な過程で一般相対性理論の厳密解を導くことで得られた。アインシュタイン本人は一般相対論で得意点があり得ることをしぶしぶ認めていたもののそれはあくまで数学的な話であって現実にはあり得ないと考えていた。1930年にインド出身で イギリスに留学に来ていた当時19歳のスブラマニアン・チャンドラセカールが白色矮星の質量には上限があることを理論的に導き出し質量の大きな構成は押しつぶされてブラックホールになるとブラックホールの存在を初めて理論的に指摘したが当時の科学界の重チムアーサー・エイディントンがまともに検討することもなく頭越しに否定した 1939年、ロバート・オッペンハイマーとその大学院生のハートランド・スナイダーが、アインシュタインが成功を収めることになった流儀を真似て、一つの思考実験を行った。二人は、大質量の星が燃え尽き、突然自長で潰れる時に何が起きるのか、自らに問いかけてみたのである。当時、太陽のような軽い星の場合は、 地球サイズで鉄の密度にまで収縮することが分かってお、より重い星はさらに収縮が進み直径10マイル、16キロメートル程度のボールに収縮すると、フリッツツビッキーとウルターバーデが仮説を立てていた。オッペンハイマーらは、当時の物理学会を賑わせていた、中性子星存在の議論の中で、構成の崩壊後にできる中性子星の質量には上限があり、 超新星爆発の後に生成される中性子の核の質量がその限りよりも重い場合、中性子星の段階に止まることなくさらに崩壊する重力崩壊現象を予言した。しかし彼はここまで研究を進めたところで原子爆弾開発を目的とするマンハッタン計画の責任者とてロスアラモス研究所の所長に任命され、ブラックホール研究からは遠のくことになった。 ほとんどの物理学者は、こうした説明を何一つとして真剣に受け止めていなかったが、フレットホイールは別だった。突飛な説明をすることにかけては、一流のホイールは太陽の何百万倍もの超星、スーパースターは熱核反応ではなく、重力によって電波銀河にパワーを供給していると提唱した。そして、超星ほどの巨大な物質の集まりを自重で、 崩壊させてみれば、その質量の90%までがエネルギーに変換され、クエーサーの燃料となりうると指摘した。これはシュミットがクエーサーの正体を暴く前のことだった。物理学者、ジョン・ホイーラーは得意点と重力崩壊の問題を考え続けていた。彼は計算の結果、物質とその本質を成す様々な属性、 例えば物質と反物質との違いというような物理法則を支えている根本的な属性は得意点で単純に消えてしまうと確信した。1963年、ロイ・カーが軸の周りに一定の角速度で回転するブラックホールについての厳密解、カー解を導い、ホイーラーが最終状態の問題とデリケートな言い回しで表現した問題を ロジャー・ペンローズは強力な定理やエレガントな証明を用いてまるで四次元における幾何学問題であるかのようにプローチした。一般相対性理論に対しては多くの科学者が得意点というのは架空のものであり、数学的な理想化の産物と考えており、星は回転で物質は跳ね飛ばされ、中心の周りで渦を巻き、一体になって得意点を形成するようなことはない。 信じられていたのである。ところが1965年にペンローズが星の崩壊は得意点に収束することを証明した。物質とエネルギーが十分に集まっているところならどこでも時空に終わりが来ることがあると証明したのである。シアマはこれを一般相対論にとって最も重要な貢献と呼んだ。ホイーラーは数年の間物理と宇宙の窮地、 重力の目視力とも言える天体を研究していたが、より劇的に表現する方法を探し続けており、1967年にニューヨークで開かれた会議において、ブックホール、ブラックホールという言葉を採用し、研究の PR 面に役立てた。後にホイーラーは、次に、患者はいくら医者が病気だと言っても病気に名前を付けてくれない、うちは信じないことがあるんだと説明したと言われる。 1960年代の終盤から、イギリスの理論物理学者らは、活発に刺激を与えアイロを生み出すようになり、ペンローズとシアマグループは、特異点、時空の構造、物質の末路に関する定理を数多く生み出していった。例えば当時生み出された有名な定理を一つ挙げると、崩壊する物質もしくはブラックホールに落ち込むものは、何であれ、特異点にぶつかって存在が壊滅してしまうか、 ブラックホールが回転しているとすれば、中心のワームホールに命中して、別の時空や宇宙にホワイトホールとして噴出すると結論を下している。ホイーラーは、ブラックホールは飲み込む対象が何、青色巨星、星間人、ニュートリノ、放射、半物質であれ、それに関する情報を破壊して、経過を隠してしまい、そこから出てくるものは同じものになるという。 格乱能力を備えていることを示し、ブラックホールには毛がない、ノーヘアと表現し、ブラックホール脱毛定理、カーターも別な定理として、ノーヘアを提唱した。この定理は、ブラックホール物理学に革命を起こした。ホーキングはこの定理のことを気にしており、こうした研究の多くをジョージ・エリスと共同執筆し、1971年に出版された。 ラージスケールストラクチャーオブスペースタイム時空の大規模構造にまとめている。これは後に古典の一つに数えられるようになった。ホーキングが1974年にホーキング副社の公式を考案すると、シアマはそれを高く評価し、自分の優秀な教え子の業績として自らの講義で紹介したが、後にこの公式から導かれるブラックホールの蒸発に伴う、 情報喪失のパラドックスは、物理学会に激しい論争を呼んだ。ブラックホールの存在はあくまで理論的な存在に過ぎなかったが、1970年代に入り、X 線天文学が発展したことで天気を迎える。宇宙の激しい現象からは、X 線が放出されるが、X 線は地球の大気に吸収されてしまうことから、人工衛星で観測する必要があった。 アメリカのマサチューセッツ工科大学を中心とするグループがケニアから打ち上げた X 線観測衛星ウフルは4年数々の天体を継続的に観測し X 線の発生源が中性死亡者や超新星の残骸パルサーであることを突き止めるが数々の天体の中でも白鳥座 X-1 の X 線データは不規則で激しく変化し どのデータにも当てはまらず科学者の注目を集める。その後の精密な観測と分析の結果、太陽の30倍の質量を持つ X-1 が自己重力によって潰れた星を回っていることが判明した。X 線が極めて早く変化している事象により、見えない天体の大きさは大変小さいと推測される。ものの、質量は太陽よりはるかに大きいという事実を受け、 ウフル打ち上げ担当者のリカルドジャコ行には一般相対性理論に基づきその天体はブラックホールであると述べている。この X 線は晩年を迎えた X-1 の膨張により星の表面が引力圏に達して吸い込まれることによりガスの温度が1000万度以上にもなる高着円盤がする X 線波形だと結論付けられた。その後の観測で 4つの天体がブラックホール候補に挙げられたが、中でも地球から最も近い銀河で16万光年の距離にあるダイマゼランクモナの2つの天体はいずれも太陽の10倍ほどの質量に対し直径は5 0トルと極端に小さく、先の X-1 と同様の X 線を放出していることが確認された。他の銀河系にも、 同様の天体が複数発見されている。1990年代、銀河中心部から放出される電波の観測や、銀河系中心付近の恒星運動の長期にわたる追跡観測が行われた。ベラの観測では、銀河中心を取り囲む直径1200光年の暗黒成分の内側に、円筒状の C 物質の流れがあり、その中には、球状のガスの塊、 さらに内部にはもう一つの暗黒星雲から中心に向けて3本のガスが流れ込んでいることが確認された。カイパー空中天文台が実施した銀河中心核の観測では、太陽質量の300万倍にもなるガスが中心部分に向けて3方向から秒速 200km の速さで流れ込み、膨大なガスの一部は溢れ出て,て宇宙に放出されていることが判明した。 観測の中心人物であるチャールズ・タウンズは銀河系中心がブラックホールである可能性は極めて高いと語っている。また、数多くの銀河の中心部に太陽質量の数百万倍から数十億倍という大質量のブラックホールが存在することが確認されている。2011年9月5日、国立天文台と JAXA は世界で初めて ブラックホールの位置を特定することに成功したと発表した。これは地球から約5440万光年彼方にあるオトメザ AM87 銀河に潜む長距離ブラックホールの位置を電波観測により観測したもの。2011年8月25日には JAXA が国際宇宙ステーションの全天 X 線監視装置。 マキシを使って地球から39億光年離れた銀河の中心にある巨大ブラックホールに星が吸い込まれる瞬間を世界で初めて測したと発表した。質量が太陽程度から太陽の数倍までの星の場合には主系列性の後に赤色巨星の段階を経て白色矮星となり次第に冷却して一生を終える。星が若い間は 水素の原子核が互いに結合してヘリウムが生まれる。この時のエネルギーによって星は自らの大きさを支えている。質量が太陽の約8倍よりも重い星の場合は巨星に進化した後も中心部で核融合によって次々に重い元素ができ最終的に鉄からなる中心核が作られる。鉄の原子核は結合エネルギーが 最も大きいため、これ以上の核融合反応は起こらず、星の中心部は熱源を失って重力収縮する。収縮が進むと、鉄の原子核同士が重なり始め、陽子と電子が結合して中性子へ変化し、やがて星の中心部がほとんど中性子だけからなる核となる。この段階では、核全体が中性子の縮体圧によって支えられるようになるため、 重力収縮によって核に降り積もる物質は激しく跳ね返されて衝撃波が発生し一気に吹き飛ばされる。これが超新星爆発で爆発の後には中性子からなる核が中性子星として残されるが中性子星が光や X 線を激しく放出するパルサーとなることもある。質量が太陽の約30倍以上ある星の場合には 自己重力が、中性子の核の縮大圧を量が、重力の強さで中性子が潰れ始めるするため、超新星爆発の後も核が収縮、重力崩壊を続ける。この段階になると、星の収縮を押しとどめるものは何もないため、永久に縮み続ける。こうして、シュバルツシルト面より小さく収縮した天体が、ブラックホールである。銀河系。 天の川銀河の中心部にある電波源複合体でザ A には太陽の370万倍の質量を持った巨大なブラックホールが存在すると多くの天文学者によって考えられている。1995年には NGC4258M106 銀河の中心に太陽質量の3600万倍のブラックホールがあると推定された。しかし、 このような大質量、ブラックホールの起源についてはあまりよくわかっていない。1970年代後半に考えられていたシナリオは巨大なガス雲が一気に収縮してブラックホールを作るという高密度の星団の中心部分が重力熱力学的に進化してブラックホールとなるなどといった説であったが、いずれも理論的、観測的な困難があった。しかも、 通常の構成進化の果てに生み出される構成質量クラスのブラックホールと銀河中心に見られる大質量、ブラックホールの中間的な質量を持つブラックホールが20世紀末まで全く発見されず、両者の間に関係があるかどうかも不明であった。しかし1999年から2000年にかけて、日本の研究者グループによる電波や X 線での観測から、 M82 銀河の内部に太陽質量の1000倍程度のブラックホールがあるらしいことが初めて明らかになった。これを受けて、牧野淳一郎は以下のような大質量、ブラックホールの形成シナリオを考えた。さらに巨大な超大質量、ブラックホールは銀河同士の衝突により核である大質量、ブラックホール同士が合体して生じるのではないかと考えられている。 2008年には、OJ287 というクエーサーが、太陽質量の180億倍と1億倍という、極めて質量の大きなブラックホール同士の、連星形であることが判明した。2005年には、チャンドラ X 線観測衛星によって、M74 銀河にも約1万太陽質量という、中間質量。 ブラックホールが発見されており、今後観測データが蓄積されることでこの仮説の妥当性が検証されていくものと考えられている。古典物理学においては、ブラックホールは、ただひたすら周囲の物体を飲み込み質量が増大していくだけである。しかし、一般相対性理論に量子論を加えた理論を開拓したことで知られる、スティーン・ホーキングは1974年、 ブラックホールから物質が逃げ出して最終的にブラックホールが蒸発する可能性を指摘した。その理論は以下の通りである。この粒子の放出はブラックホールの地平面上で確率的に起こるため、挙手的にはブラックホールがある温度の熱放射で光っているように見える。これをホーキング複射またはホーキング放射と呼ぶ。 この副射によってエネルギーを失うとエネルギーは質量と等価なのでブラックホールの質量は減少する。ホーキング副射の温度はブラックホールの質量に反比例し、以下の公式で表すことができる。通常の構成質量程度のブラックホールではこの効果は無視できるほど小さく M イコール5対応質量の時 T イコール 10K 仮に 地球質量程度のブラックホールがあっても t は1、k に満たない。しかし、陽子質量程度の微小なブラックホールでは、この量子効果は無視できない。ホーキング副車で質量が減るとさらにこの効果が強く、働いて副車の強度が増え、加速度的に質量とエネルギーを失い、最後には爆発的にエネルギーを放出して消滅する。消滅直前のブラックホールでは、 コール10にも達する。これがブラックホールの蒸発である。この蒸発の最後のプロセスがガンマ線バーストとして観測されるとする説もある。通常の赤色巨星からできたブラックホールが完全に蒸発するまでには1年ほどかかると考えられている。1976年にホーキングはブラックホールに吸い込まれた情報はホーキング副社に反映されず、 ブラックホールの蒸発によって完全に失われてしまうという説を発表した。質量 M のブラックホールに質量 M の物体が吸い込まれた後、ホーキング副車によってブラックホールが質量を失って再び質量 M に戻るという過程を考える。ここでホーキング副車は完全な熱放射であるため、その副車は各時点でのブラックホールの質量から決まる温度以外に 全く特徴がない。よって、最初に吸い込まれた質量 M の物体がトマトであっても、オレンジであっても、最終状態は、質量 M のブラックホール質量 M 分の光子という、全く同じ状態になる。しかし、これでは、初期状態が異なっているにもかかわらず同じ、最終状態に達することになり、量子力学の時間発展のユニタリ性と矛盾する。このパラドックスは、 ブラックホールの情報喪失問題、またはブラックホール情報パラドックスと呼ばれて長年議論されてきたが、1998年までにはひも理論やホログラフィック原理などの新たな理論を駆使することによってブラックホールに吸い込まれた情報は失われないことが説明できるようになった。2004年7月21日にはホーキングも情報はブラックホールの蒸発に伴って何らの形で ウォーキング副社に反映され、外部に出てくると従来の自説を修正したことを発表した。以下のように地球上で極小型ブラックホールが生成された、あるいは生成される可能性があるとする論があるが、2018年現在、客観的かつ広く合意を得た報告はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。